お二人お帰りなさい。ギルド管理協会からの呼び出しどうでした？ああ、当ギルドにおけるクエストの進行方針について指導を受けてきた。危険な魔物と対峙した際に恒常的な油断と慢心が見られるそうな。はあ、つまり端的に還元すると？バトル前の会話長すぎんだって、うちら。え、そうですか？そんなことないと思いますけどね。イチャモンですよ、それ。うん、近頃カリン君いじりが過ぎたかもしれん。彼女は意外と根に持つタイプだったようだ。それで報復のお説教ですか？いや、そういう言い方しちゃうとまた角が立つからさ。まあ説教ってほどじゃないけど、まあまあガチめのご相談は受けたよね。もうちょっとコンパクトにならないでしょうか、みたいな。そんなコントのダメ出しみたいなノリで？うちらだって好きで長尺の作戦会議してるわけじゃないのに。事務方は気楽なものだ。前線で命を削る我々のことなど盤上の駒としか思っていないのさ。いいけど、たけり狂う魔物相手にこっちの都合で、さぜ上がうるさいんで今日のバトル巻きでおなしゃすとかできんの？そんなあいつら基本言葉通じない系じゃん。ふん、では試しにやってみよう。幻影魔法で仮想魔物を。ほい。おのれ出たな、世界の消滅を企む宇宙暗黒大魔王め。待て待て、クロエ君、仮想敵のスケールが壮大すぎる。そうですね、世界の命運かかったクエストとか教会もうちらには振らないですよ。町の平和を若干脅かしめぐらいのやつが現実的じゃないです？あ、そう、じゃあやり直すわ。ショートコント、魔物襲来。おのれ出たな、お魚くわえたドラニャットめ。ストップだ、待ちたまえ。裸足でかけてく陽気なクロエ君、それはいくらなんでものどかがすぎる。みんなが笑ってます、お日様も笑ってます。6つ、わからんわ。どんぐらいの敵ならいいのよ？そうですね、強そうで強くない、でもちょっと強いぐらいが理想ですよね。よっ、そんじゃテイク3スタート。おのれ出たな、そこそこいい感じの強敵め。町の平和は僕らが守る、行くぞ諸君。ユニちゃんズフルバーストだ。そうですね、仲良し部フルバーストです。はい、カット。ん？なんだ、短くできたな。できましたね、我ながらびっくりです。いいえ、できていません。すでに長いです、驚きの長さです。突然どうした？生徒会長、撮影用の魔道具など持って。長すぎます、反則素材として使い勝手の悪すぎる長さです。およそ魔石更新網に投稿できる尺ではありません。改めて取り直しますので、長ゼリフ禁止でテンポよくお願いします。ではショートコント次回予告。コンコンガチャ。ごきげんよう皆さん。近日特別講座が始まるという話は聞いていますか？何？特別講座？またやんの？あれ、今度は一体何をやらされるんです？真冬のサマー計画だそうです。真冬の、なんて？私もまだ詳細は伺っておりませんが、何でも雪山に行って水着を着るらしいです。はぁ？次回、真冬の真夏と聖なる学者のリセエンヌ。やっと負けるってのか。
上に吹く風は今日も気まぐれだ。